ゴッドチャンネル。はい、ゴッドミュージックは、はい、まあ今日ね、はい、俺の大好きなね、お決まりの、自己紹介は、ゴッドです。しずくです。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、早速喋るんだけど、はい、俺の大好きな、マーズベイビーね、はいはい、火星人の赤ちゃんキャラクター好きですね。はい、これがあのぬいぐるみ、はい、大中小と上がってきたんだけど、うん、まあ、よく考えると大中小でした。中と小ぐらいじゃないですか、多分。大はなかったですね、多分。ぐらいか。はい、そうですね。で、はい、面白かったね。あの、ショッキングピンクみたいなね、あの色で。可愛かったんだけど。まだまだね、改善しないといけないですけど。うん、どこがダメだと思った？あ、ちょっと、毛艶というか、うん、あの、昔作ったやつはね、うん、あの毛並みが全然良くなかったんで、うん、ちょっと毛並みを良くっていう感じで、うん、こんな感じでって、こう、生地を渡したら、今度それの毛が長すぎて、うん、ちょっとなんか熊っぽくなっちゃったと。そうだよな。うん、あの、毛ってほら、長いとね、うん、あの、モンスターズインクのサリーみたいなんだよな。うん、あれでサリーってもともと何のキャラクター知ってる？モンスターでしょ？あ、そうなの？だってモンスターズインクですか？モンスターじゃないんですか？あ、そうなの？違うんですか？いや、合ってると思うよ。あんまり、あの、それはまあ知らないんだよ。はい、あんま知らないから。はい、なんでこの話をしたかというと、はい、まさにそのモンスターズインクとか、ね、うん、やっぱりその、あの、ピクサーって書いてあるんだ。うん、ディズニーね、もともと面白いんだよね。ディズニーがザーッと美女と野獣とか、ね、あの、いろんなこうアラジンとかでバーッと行ったわけ。はい、でそこでもうピクサー全然ダメだったの。うん、で、トイストーリー作ったじゃん。はい、あれ、ザーッと完全にディズニーに出て、もうこんだけ行ったわけ、ピクサーが。ほうほうほう。頭きたディズニーが今度、アナと雪の女王を作ってこう行ったわけ。はい、ベイマックス行ってまたこうなったわけ。はい、またピクサー作るぞ、みたいなね。こんな感じでやってんだけど。今なんか作品作ってるんですかね。作ってるけど、それは俺から言えないわ。言えないですか？ピクサーの新作は言えないわ。なぜ言えないか。知るか、そんな。知らんのか。知るか、そんな。知らんのですね。いや、実はね、はい、あの、ピクサーもディズニーも、ね、何がすごくてストーリーなんだよ。ストーリーにすごい力が出てる。そうですね。やっぱディズニーはある時頭落ちしたわけ、うん。で、やっぱりストーリーが大事だよねって、うん、キャラクターだけじゃストーリーだって思って、うん、それでストーリーを重視して、うん、ね、あの、まあ、バーッと当てたのがアンナと雪の女王でしょ。なるほど。で、ベイマックスも、あの、はい、やっぱストーリー良かったね。いいですね、あれね、感動ですね。で、今、トゥモローランド、はい、今見たんだけど、トゥモローランド良かったぞ。良かったです。難しすぎる。でもちょっと難しいですね、内容的に、ね。子供が見たら難しいな。難しいかもしれない。でも監督ブラッドバードって、ね。面白かったです。うん、はい、では、一旦CM行きまーす。はい、よろしく。はい、はい。ゴッドワールドコネクション。ゴッドチャンネル。ゴッドマジック。はーい。はーい。どうも皆さんこんばんは、マサキです。どうぞよろしくお願いします。はーい。お願いします。テンション高いね。ありがとうございます。うん、タケルネットやってるもんな。はい。うん、まず今日は、はい、まあ、日本で一番高い歌って言われてる、はい、アースシェイカー。はいはい。アースシェイカー。知らない人もいっぱいいると思うんだけど、はい、アースシェイカー、ね。知りません。うん。ヘビーメタルっていうね、はい、ランドで一世を風靡したアースシェイカー、まあ、その時はね、フォーテボマグナムとか、うん、ラウドネスとかね、いろんなバンドいたんだけど、何年なんですか、ね、1980年代だよね、うん、初頭だよね、80年の頭の方、ね、ちょっとまだ子供やからね、うん、そうそう、横浜銀杯がアースシェイカーってどんな時代なんだな。それとして、はい、あのモアっていうね、楽曲があって、はい、もう本当にクールでシャウトな楽曲なんだけど、うん、はい、高いんだよ、とにかく。うん、で高いからほとんどの人は歌わない、うん、カラオケ行っても知らない人が多い、うん、ね、でキーキーからみんなびっくりする、なるほど、っていうのがキーなんだけど、うん、まあ歌の練習には持ってこいだから、あ、なるほど、うん、はい、もう本当にね、日本で一番高い歌って言われてる大東海ってあったんだけど、あれまだ高いってね、ほー、ク
タルクリスタルキングってね、あれもっと高いんだよ、はい、あれめっちゃ高いんだけど、とうとう今何やってるかって、うん、もう声が出なくてね、うん、違うことやってるよ、ね、違うことやってるよ、だからもうやっぱり今期をねあんまり やりすぎるとね、うん、やっぱりねあの年代が上がった時にね、うん、声出なくなる、うん、ポリープの原因だよ、あ, であんまりやらない方がいいっていうのは本当で、俺があのいろんな人にこう曲作るんだけど、はい、いつも思うんだよね、うん、な誰やねんこんな高い歌作ったの、俺や悪いがこの野郎って、ね、アーティストの中でですね、うん、はい、ということで、うん、まああのまあ、高いのは、ね、いっぱいアーティストいるけど、はい、特に高いと言われてる、うん、あじゃあモアをやろうか、はい、そうですね、うん、まあモアはね、はい、初めから高い出だしから高い、もうとりあえず歌いたくない、歌いたくない、うん、歌いたくないけど歌わなきゃ番組にならない、ゴッドが歌うんじゃないですかね、いや、もちろんですよ、はい、だからまあとりあえずモアを聴きましょう、はい、今日は、はい、黙ってモアを聴きましょう、はい、イエーイ、次はアカペラからスタートなんですね、うん、あの音楽ないじゃん、ね、はい、うち音楽ないのが有名で、はい、なんかこうリズムとか、うん、俺がやってるやつ、お、できる？できません。はいはいはい。残念な。自分の三、はい、みんなでやろう。三、はい。でん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 、これやってたら終わっちゃう番組だ。長いのイントロもう長いから。そうだ、長い。だから。なのでいきなり言ってください。はい。だん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 。ね、もう適当にやってくれ。うん。人を憎む弱さを見ておどけ。笑いの後ろに忘れていた一人の煙、孤独の血が通い出す、ナイフを握りしめた18の日々が蘇る、爪を染める、マニキュアのようにお前の笑顔も変わってゆき、たった一つの喜びさえも時の隙間が消してゆく、ナイフを握りしめて18の日々がよみがえる、もっともっと孤独よ踊れ、もっと鮮やかに、もっともっと孤独よ踊れ、もっと鮮やかに、イエーイ、ということで誰も歌いたくないね、あの鳥のような叫び声、休むところがないですね、まずないよね、ないですね、うん、これね、聞くのもね、やっぱり結構すごいね、高いなと思うのはもう誰が見ても出だしから違うもんね、うん、出だしからどこのキーやねん、本当ですね、ロケットスタートって感じですね、もう誰も歌いたくないんだよこれ、いや、ね、結構いろいろな、これいろんなレッスン生に歌わせてないから、はい、ね、覚えない、この歌覚えない、で、なんかしないけど、じゃあやろうかって言っても覚えない、うん、なんで覚えないの言ったら出ません、もう出ないのかってね、出る、いえもう咳してるだね、じゃあ、でもこの歌も実は、ね、今日何のレッスンかというと、この歌もここまで張り上げなくても同じキーが出るのよ、うん、それを教えてあげようと思って、ね、まずは今彼がやった、へーっていうのキーじゃなくて、ね、出して、3、はい。このキー、ね、もうちょっと高いよね。もうどこのキーか俺ちょっとあんまりわからないんだけど、だけど、このキーと同じ、例えばこれを思いっきり一音下げたとするよね。ね、どうなる？キー取って、3、はい。人を憎む、うん。そうだよね。でも、女性で歌ったらどうなるか。これちょっとやってみよう。まずは、もう一回歌って3、はい、人を憎む、はい、で、このキーを女性で歌ったら3、はい、人を憎む、このキーが同じなんだよ、実はこれがマジックね、でもそんなしんどくないよね、そうですね、女性だと全然大丈夫な感じですね、でもキーは実は同じじゃない、うん、だからこれをどういうことかわかる、男が歌ってもやたらクソ高くてもう限界まで出さなきゃいけないキーと普通で歌ってるキーが同じって、うん、やっぱそこが女性と男性の違いですよね、うん、はい、答えは
答えを言うわ、はい、アースシェイカーのボーカリストは女性のキーやった。女性キーが出るというか、女性キーだから出るの、うんうんうん、あれが今みたいにもうなんていうの、もうすごい高いキーでやってたら、うんうんうん、コンサート歌続くようなもん。確かに、ね、もう5曲歌ったらどうすんねんて、もうポリープだよ、うんうん、この位置は多分女性だともう普通にすんなり出る位置なんですよね。要するに男性の中でマイケル・ジャクソンだよね、あれキーが高いんじゃなくて女性キーなの。ウィアーザワールド、ウィアーザチルドレンっていうのを、うん、彼はウィアーザってこんな声出すやん、うん、こんな声、うん、ね、ウィアーザこんなね、なんか天使のような透き通る声、高いキーじゃないの、あれは女性キーなの。なるほど、ね、なるほど。でそれ今日何のレッスンしたかったかというと、はい、張り上げて出るだけじゃ歌じゃないのよ。うん、例えば人は憎むって歌ってみて、3、はい、人は憎む、うん、もっとって一番高いとこやって、もっとそうそう、また辛くやだね、この一番高いのを今もう一回歌って、3、はい、またまた辛くやだね、限界のキーじゃん、やって今の、またまた孤独やだれ、これ同じやん、これで分かったでしょ、女性キーが出せる男性っていっぱいいるのよ、だけど、うんうん、そのキーは、うん、そいつからしたら別に張り上げなくても、うん、ね、じゅんちゃんこっちで、まさきが必死で、まーたーってやってるじゃん、でも、まーたーってやってるのと、やってられんやろ、こんなもんは、こっちはな、もう一生懸命さ、もう10杯ぐらい水飲んでやってんだよな、うん、こっちは何も飲まなくても出すんだよ、うん、これがね、歌の面白いとこなんだよ。なるほど、ね、歌っていうのは、俺なんか作る人じゃん。女の子に何かを作るときにものすごくちょっとでも音を上げるともう先生高いですねってわけよ。あ、なるほど、高くないだろって。でも女性からしたらちょっと上げるだけですごい高いんだけど、でもこのクソ高いキーがスッと歌えるんだよね。わかった、うん、じゃあね、うん、あのね、チャゲさんと石川優子さんでしたっけ、うん、が2人のアイランドってデュエットしてたじゃないですか、うん、あれがなぜ成り立つかって、うん、チャゲさんは女性キーが出るんですね、うん、なるほど、そういうことか。そう、正解だね、うん、女性キーが出る男性と普通の女性が、うん、あのユニットを組むとものすごく合うんだよ。なるほど、聞いてて心地がいいんだよ。あれが夏夏夏夏夏夏夏おい、ジャゲーみたいな、ね、なるじゃん、ね、あ、だからゴッドと私のデュエットは聞きづらいんですね。まあそりゃさ、あいえ違いない、デコボココンビや、はい、そうですね。だからやっぱりデュエットやるときはあのやっぱりその男性ができるだけ女性キーが出る人、うん、なるほど、これをこうモテーフすると、うんうん、まあ、あのすんなりあの歌う、ね、ほうほうほう、今みたいに例えばこの2人がデュエットしたら、はい、俺が歌を作ったらどんなことになるか分かるよね、はい、叫ばなきゃ死ぬぞか、私が低すぎて死ぬぞ、低すぎて死ぬか、うん、裏声使わなあかんやろみたいなね。で今度彼が低いとどういうことが起こるかって、今度彼女が裏声じゃないと出ない、うん、だ出るとか成り立たない、うんね、だからちょうど無難にやったのが、うん、あの鈴木雅之っていうね、あの、うん、オンリーチャップリンやったよ、ロンリーチャップリン、あれ、はい、しかも兄弟ですからね、兄弟やったら声一緒かいやね、間違いますけど、あ、恐ろしいよな、兄弟やったら全部デュエット恐ろしいよね、いたしめきます、はい、よろしく、はい、動物たちが殺されるのを分かっているのに保健所に連れて行くのはやめましょう。動物たちも私たちと同じ魂を持っています。これからも、私たちが動物たちを守っていきましょう。動物はペットショップから買うのではなく保護施設からもらってくださいね。しずく財団ゴッドチャンネル。
ミュージックバンク。はい、ということで、はい、今日は、お題が、はい、なんだっけ。はい、テーマはジュンブライドにしました。ジュンブライドっていうことは日本語で言うと何なの。6月に結婚する、うん、プライドってどういう意味。ブライドです。あ、ブライド。ブライドってどういう意味。6月に結婚する花嫁さんは幸せになれると。あ、うん、ブライドってどういう意味なの。あ、そしてユキの自己紹介をし自己紹介今ふと思った、はい、ユキのです。はい、よろしくお願いします。ユキのです。はい、ブライドってブライダルのブライド。そうです、ブライダルです。ブライダルの略ね。はい、結婚する人ってこと。6月に結婚する花嫁って意味か。6月に結婚式をあげると幸せになれると言われているんです。なるほど。ということで、はい、お題はジュンブライドで歌詞を作ってみよう、うん、じゃあまた会場から行こうかな。はい、4つもらおうかな。はい、うん、どうぞ。両親、ね、ほうほうほう。はい、次ブーケ。おー、ケ、なるほど。次おー、無理だね。はい、もう一つ、もう一つ何しようかな。何でもいいよ。窓、窓で、この4つでまた歌詞を作っていきましょう。また見えないんですけど。はい、どうですか、こうですか。あのね、俺本当に目が悪いので。だからゴッドのいいようにと言ったんですが、はい、こんな感じですね。はい、何で書いてんの。見えてね。まず両親、ブーケ、うん、シンデレラ、窓です。うんうんうん、じゃあまずじゃあユキの行こうか。はい、どれから行く。頭、頭、窓から、うん、じゃあ窓ね。窓ね。窓からローマが見える。窓から、でも雨が降ってるのもありかなと思って、うん、なるほどな。窓から雨、雨が降ってるのが見えるってことですよ。あ、窓から雨が降ってるの見える、はい、っていうので、どんな歌詞。窓から雨が降ってるから見える、何する。なんだろう、あ、まあ、なんか、うん、イメージはまだ結婚式の前日か、うん、なんかちょっとまだちょっと前の暗いというか、うんうん、そのマリッジブルーの時に窓から雨が降ってるのが見えるみたいな雰囲気かな。なるほど。で、どうする。どうしましょう。だって作品しないとね。もう、うん、今日はキーワードなしですか。もう、うん、もうこの4つ出たじゃん。この4つで、この4つでもう作っていくわけ。そう、この4つがもうあのキーワードみたいなもんやな。はい、うん、窓の外には、うん、はい、窓の外に、あ、わかった。え、ま、あれだよね、これ簡単だよな。窓の外から見たらブーケを持った両親がいたっていうね。え、それ一文で終わりじゃないですか。ストーリーが、はい、ストーリーがないよな、はい、なるほど。窓の外に、じゃあどれでいく。窓の外に、キーワードが少なすぎない。少ないです、うんうん、でも作んなきゃ、作っていいんですね、自分で、うん、はい、これ大事。窓の外に、どれでいく。もう言ったりでも窓の外には変わらないぞ。窓の外には変わらない、うん、窓の外に誰がおんねん。誰、あ、雨、あなたはどこにおるの。窓の外に雨が見える。雨が見える。窓の外から雨が見える。窓の外に雨が見える。変ですか、文章。なんか窓の外に雨が見えるという、窓の外からとかね、うん、窓の外、窓の外に雨が見える、はい、まあどうでもいいや、はい、うん、で、で、窓の外に雨が見える、はい、で、うーん、窓の外に雨が見える、はい、次がどうなの。どうなろう。あ、じゃあ1個言っていいですか、うん、想像してるんですよ、うん、あの、うん、あの花嫁さんは、うんうん、明日の私はシンデレラとか、うん、そうですか。窓の外に雨が見える、はい、で、言って、何。明日の私はシンデレラ。明日の私はシンデレラね、うん、ほう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 。雨はあの どういう意味なの。悲しいの、嬉しいの、それとも雨なの。なんだろうな。ブーケはどこ行くの。窓の外に雨が見える、明日の私はシンデレラ、はい、で、あとキーワード、両親とブーケ言ってよ。窓の外に雨が見える、明日の私はシンデレラ、はい、で、次ブーケと両親だけ入れてよ。ブーケ、ブーケ、ブーケ。難しいな。ブーケは俺さっぱりわかんないから。これはこの前日やんね。まあ今のマリッジブルーからだよな。はい、うん、ブーケを、ブーケを投げる。誰に投げんねん。私を思い、ブーケ、両親にブーケを叩きつけるってのはどうやろ。ブーケはね、ブーケはね、こう大体結婚式終わったら、うん、
あの着てる人たちに投げるんですよ、うん、でそれをね受け取ったらその人が次結婚できるっていう。でも両親しかいないじゃん。うん、だからそれやっぱり両親にブーケ投げるしかないじゃん。両親投げたら両親また離婚してちゃう人と結婚しちゃうじゃないですかそれやめてください、その不幸路線をやめてください。これ他に登場人物増やせないんですか。いや、自分の頭の中で、うん、自分の頭で勝手に組み立てるんやけど、はい、もう2つできてるじゃん、はい、窓の外で雨が見える、明日のまた写真出る、あと2行は言うね、最低2行は、うん、ね、ブーケトス、え、トスだろ、ブーケトスね、ブーケトス、ブーケトス、だってブーケトスって どういう意味なの。ブーケトスがそれなんですよ、投げるんですよ。ブーケトスを容姿に向けてやっぱ投げるのか。あ、夢にまで見た、あ、見た、あ、あ、いい、ブーケトスみたいな、うん、夢にまで見たブーケトスね、投げたかったみたいな、うんうん、で夢にまで見たブーケトスと、はい、容姿にざまん見るって意味なの両親が最後一番難しいよね。難しい両親、うん、組み立てがすでに間違ってるんだ。ああ、なるほど。組み立てをまず考えましょう。一番大事なのは、こういうキーワードが出たとき、俺教えれば。両親、ブーケ、シンデレラ、窓って出たとき、一番の、うん、あの、一番大事なキーワードってシンデレラなんだよね。おお。まずシンデレラっていうのを思い浮かべてくれ。はい、シンデレラと窓。はい、ね、うん、そしてブーケ、はい、両親、はい。ね、シンデレラっていうのは、なんでシンデレラかっていうね。ハイかぶりっていうことで、ね、どういう意味なのそれ。ハイかぶってシンデレラかよ、ね、いや要するに、あってんだよ、夢にまで見たね、うん、ね、ブーケトスじゃないよね、夢にまで見たシンデレラ、お、夢にまで見たシンデレラっていうのは、これが大体乙女心くすぐるんだ。そうです ね、 ね、ディズニーならってなんでディズニーだよ ね、 ね、夢にまで見たシンデレラ、これも一ついけるよね、うん、ところが夢にまで見たシンデレラ、うん、窓の外を見たらいっぱいね、祝福してる人がいて、うん、その人に対して、ね、うん、あなたがブーケを投げる、ね、っていうのを想像したら、窓の外にあなたがいると、はい、それぼっちで、ね、なんかこう、明日はあの結婚式だと思ってたら、うん、結婚式がまだ来てないの前日に、うん、なんか知らないけど、あなたの友達がずらーっと窓の外にうわーっと思って、なんか知らないけど、もう私も早く結婚したいからって、いっぱいの女の子がブーケ待ってるかもしれないじゃん。はい、ね、っていうことも想像できるでしょって、これ一つの過程だけど。っていうことも考えながらやると、うん、はい、作品の世界って、うん、面白くないかって。なるほど。ね、で、続くどう作る。まあ、夢にまで見たシンデレラ出たぞ。はぁ、窓の外には、何やろ、夢にまで窓の外に雨だったら、中西、貸してきた。馬車の窓から見る。馬車。あ、今度シンデレラから馬車でな。馬車の。馬車の窓から何を見るの、あ、両親を見るんか。違う、お母さん元気って。馬車の窓から見る景色とか。うん、いいよ。夢にまで見た、あ、これ合うよね。上と合うよね。上と合うよね。ね、夢にまで見たシンデレラ。馬車の何？窓から見る景色。うん、馬車の目、これいいと思うよ、うん。夢にまで見たシンデレラ。馬車の窓から見る景色。もうだんだん遠くなってきてるんだけど。馬車の窓から何？はい、見る景色。そしたら次、ブーケと両親入れて。はい、あと2つじゃん。難しいな、両親、うん、うん、夢にまで見たシンデレラ、馬車の窓から見る景色、で、ブーケと両親どこ行くねん。大切に、可愛がってもらった両親に別れを告げとか、うん、まあいいよ、あの4行になればいいんだよね。歌詞が4行だからね、4つのキーワードは4つね、5つだったら5行ね、はい、うん、音名5行って知ってる、知らないよね、知らないです。長いな、でも難しいな、ちょっと、うん、どうなったら読んで、3つだけ読めない、なんて書いてる、可愛がってもらった両親に別れを告げ、うん、うん、思いっきり長いけど、まあいいや、うん、はい、で、別れを告げ、ブーケどこ行くねん、今度ブーケ、ついに、うん、ブーケを投げる日が来た、うん、ブーケとまず一つ皆さんに想像してもらおう。誰が歌うねん。そうですね、どういう歌やねん。ジャンルも分からないから。ああ、ね、難しいな。まずこの1の歌詞、2の歌詞、3の歌詞、はい、3の歌詞長すぎるよね。なあ、そう、これ長いんですよ。うん、なんかこう、縮められへんかった。あ、これ俺やったらもうこれが来たらもうラップしかないよ、ラップしか。たーたか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 たー。やっぱ2番で見たシンデレラ。ね、これしかないでしょ。そうかもしれない。ね、皆さんもぜひこれで作ってみてください。よろしく。粉雪が舞い落ちる静かなクリスマスイブ、冷たい雪が
込んだ時、ジングルベルの鐘の音が聞こえる。切ない、こんな夜にはシンデレララブストーリー好評配信中。ゴードチャンネル。ということで、はい、ね、まあ本当に相変わらずね、この番組はあの途中で終わるとね、終わったけどその続きはないっていうね、時間がちょっと短いんで、うん、そう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 、もうどうだった？もう難しいっていうかもうね、最高です。うん、でもあのなんとなくデュエットのここあのパターンが分かったし、分かりました。うん、もういいあのレーダー言ったよね、うん、あのチャゲ&アスカ。そうでしょ、うん、いつも私不思議やったんですよ。チャゲンドアスカ違います、石川由紀さんとアスカ、うん、アスカさんじゃない、うん、あ、そうね、チャゲさんで、うん、なんか、うん、なんで、うん、あのデュエットが成り立つのかっていう疑問やったんですよね、うんうん、ここで解決したな、はい、解決しましたね、はい、どうだった由紀さん。いやーこれ、うん、キーワード出て5秒でどうって言われて、うん、うわーと思ってこの歌詞でもちょっと持ち帰ってみたいですね、うん、どう完結するのか、うん、ね、あの両親とブーケは難しかったね。難しいです。あ、うん、まあでもね、あの完結しないからこそ、うん、ね、これあのアーカイブで残ったら、うん、いろんな人がね、うん、あの俺はこうやって詩を作ってあげるんだとか言って、うん、持ってこいって俺のとこ、ね、そういうなんかやるからあの人 ね、 ねあのカモンというか、ね、今ちょうどユキの歌詞出来上がった、うん、もう今まだなんていうタイトルだっけ。タイトルまだ考えた。タイトルから決めた方がそうだよ、ね、いいですね、うん、あ、それいいこと。どんなメロディーどんなメロディーちょっと歌ってあ、そうだった、そうだった。低い歌です。レトロな感じ、散歩してるような、はい。ジャンルは何なの？ティーポップス？ティーポップス？なんか新しい音楽ジャンルですね。初めて聞きましたけど。ティーポップス。ジェイポップかな、やっぱり。あ、まあそうやな。まあ大体ゴッドはね、タイトルから決める人なので、もうそれはいいかもしれない。うん、そうそう、今日そのね、シンデレラを決めてっていうのが、うん、そうだね、なるほどなと思って。タイトルから決めると何がやりやすいかっていうと、うん、タイトルを決めること自体でもうある程度世界観が見えてる。うんうんうん、なるほど。歌聞いてるの今ね、はい、メロディーで聞いてるよ、はい、メロディー聞いてて自分の中でこのメロディーを聞いて、このメロディーの中にストーリーがまず浮かぶこと、うん、ストーリーが浮かぶと、このメロディーだったら私はどこで、主人公になって、うん、どんな場所で、うん、ね、この音楽を聴くかなって感じ、うん、ね、なるほど。そしたら状況が全部出てくる、はい、これ最大のヒントね、はい、うん、エジプトなのか、ね、日本なのか北京なのか温泉なのか、うん、ね、あいつは状況を決める、うん、状況を決めただけで、うん、自分と今このメールで合うかどうかを決めて、うん、そこで会えば、うん、タイトルも出てくる、うん、ね、ということで、あの温泉ロマンチカってどう？タイトル温泉の時期なの、ね、そうだね、楽しみにしてるよね、はい、はい、よろしくお願いします。